猫プロジェクトの陶器猫コマネコ祭りは、京都府京丹後市峰山城の琴平神社と、同町市街地で行われる祭り。琴平神社境内抹茶の木島神社に鎮座しているコマネコを各に据えた、地域おこしを目指す町民らによって2011年に、発足した猫プロジェクトの発展として、2016年より、始まった街歩きイベントである。主催者によれば、 世界が注目する東京五輪開催の2020年は、丹後チリメン創業300周年でもあり、2020年が一つの節目と見据えて、毎年秋に開催している。江戸時代から昭和にかけて、丹後チリメンで栄えた峰山城で、養蚕に害をなすネズミを退治する猫を大切にした、歴史から神社に奉納された猫の石像、コマネコにちなみ、猫やコマネコを、 町づくりのシンボルに掲げた有志による町おこしイベント。主催者は町の腰とも語る。猫にまつわる様々な取り組みを行いながら、町の人たちが内外の人とつながりを得ること、峰山の素敵なところや面白いところを発見すること、一緒に楽しく町づくりをしよう、と盛り上がること、やればできる、を少しでも体験すること、町づくりのアイデアを、 実験的に挑戦できる場となること、子供たちや町に暮らす、人々の楽しみを作ることを柱に、広く一般市民の中から、アイデアや協力を募り、駒猫のある、木島神社を含む琴平神社境内及びその、周辺地域で年一回秋に開催されている。人と人の輪を広げることを狙って開催されている、コンピラ手作り史のほか、猫の保護などについて話し合う。 保護猫セミナーや、単語半島の環境問題に触れるアート展、メタモルフォーゼアート漂着など、地域の様々な問題について紹介し、考える機会ともされている。木島神社と猿田彦神社1720年に絹や、佐平寺によってこの地で織り出された単語チリ面の主要産地として繁栄した峰山町では、蚕や繭をネズミから守る猫を大切にしており、 道町の琴平神社の境内にある木島神社、猿田飛行神社には、駒猫が鎮座している。木島神社は1830年、養蚕の守護神として、峰山藩の地理面業者によって、京都渦正にある蚕の社から勧生された社殿である。峰山町は、昭和の中期には、すべての家から木を折る音が聞こえたというほど、木の織り産業が栄えたが、 オイルショック以降の不況や格安の輸入製品に押されて生産量が激減し街の活気も失われていた。その状況に危機感を覚えた地元住民らが街の歴史に誇りを持つことを目的に全国的にも珍しいこの小金子を中心に地域おこしをしようと発案2011年の琴平神社のご鎮座200年祭の記念協産事業として 猫プロジェクトが発足した。その年、網野町にある光美術館で活動するアーティスト池田修造が、コマ猫をモチーフにした、東西素焼きのコマ猫400体を制作し、市内の小学生ら約150名が絵付けを行い、琴平神社御鎮座200年祭や、年始年末等に境内に並べられた。猫プロジェクト実行委員会では、いずれは、至るところに、 猫が見えるような街にしていきたいと語り、素焼き駒猫の絵付けはその後も毎年、様々なイベントでワークショップとして開催され、参加した町民が自宅前や玄関先に飾るなどして、駒猫の街、峰山を印象づけるのに一役を担い、京丹後市における体験プランの一つとして、旅行案内にも紹介されている。2015年からは、琴平神社の山系の石段に、 自然の石に猫の絵を描いた猫石展示を常設した。猫プロジェクトには、峰山町民のみでなく、京丹後市一帯から広く有志が参加し、駒猫祭りは、そのような猫による町おこし活動のうちの町歩き、イベントとして、2016年に第1回目が開催された。2017年10月28日に、道の駅丹後王国。 食の都で開催された日本遺産認定記念シンポジウムには猫プロジェクト代表として駒猫祭り実行委員会委員長でもある田中智子が招かれ駒猫祭りを始めたことを紹介したこの町のこせこの猫探せを合言葉に地域の活性化を目指し琴平神社エリアと町中エリア峰山駅前等で開催される神社のみならず 町内をめぐって、峰山の町の風情を楽しんでもらうことを狙い、町内10店舗以上の飲食店や、菓子店で猫にちなんだ限定商品を提供し、空き店舗での作品展示を行っている。琴平神社エリアイベントの中心となる琴平神社エリアでは、コンピラ手作り詩や、陶製素焼きの駒猫や、猫絵馬の絵付けと放納などの体験型の催し、 プロのアーティストによるキルト店や猫の滅作品店といったアート店、単語地域で猫の保護活動を行う、猫会議による保護猫活動展示や猫グッズ販売を行っている。琴平神社の社務所の内外で単語理面を用いた伝統の吊るし飾りや顔出しパネルなどの撮影スポットも用意される。地元の峰山高校佐藤部によるお茶席も予定されて、いたが、 第2回第3回とも、天候不順により中止になった。コンピラ手作り市、コンピラ手作り市実行委員会が主催し、2009年10月18日から1月2月を、除く毎月1回に開催されてきた、琴平神社境内で行われる手作り市で、通常は15から20の露店が並ぶ。第1回目の小まねコ祭りは、その70回目に合わせて開催されたことにちなみ、 境内には猫にちなんだ作品などを販売する露店が70点が並んだ。以来、コマネコ祭りの主要企画として、毎年祭りに合わせて大規模な出店を募っている。第2回目のコマネコ祭りでは80回目の手作りし、開催日であったことから80店舗の出店が予定されていたが、悪天候による祭りの中止とともに順延となった。 第3回目のコマネコ祭りでも雨天により順延となり、翌週末に開催された。定例のコンピラ手作り市は、開催回数を重ねるにつれ工夫され、雨天時には、社務所や斎場を会場に、室内で開催される。内容は、手芸品、陶器や工芸、カバン、衣類、パン、野菜、鉢植えなど手作りであれば良いとされ、ワンデーカフェやミニコンサート、 占いなども行われる。長く続けることを目標の一つとして開催されている。当期、猫塗りワークショップ、猫絵馬法能統制素焼きコマ猫の絵付けワークショップ、猫プロジェクトが主催し、池田修造が制作して2011年から行っている統制素焼きのコマ猫の絵付けワークショップと、琴平神社のオリジナル猫絵馬の絵付けと法能を行う。素焼きコマ猫の絵付けは、 コマネコ祭り以前のコンピラ手作り主等のイベントでも、猫プロジェクト主催で続けられ、琴平神社をはじめ町内各所で、色とりどりに絵付けされたコマネコを見ることができる。2014年からは、女祭奨服の縁起物として、一回り小さなサイズの素焼きのコマネコも作られている。2018年には、猫面のペイントも行われている。保護猫セミナー、単語の猫好きネットワーク、 猫会議が主催した。猫リパブリック代表の河瀬朝花の講演による保護猫セミナーやバーチャルリアリティを用いた猫カフェ体験ができる猫バスが用意され猫助けカルタ大会など子供も楽しめるワークショップを交えて単語地域の猫の保護活動を紹介する。猫会議は2010年頃に自然発生的に誕生した。 網の町を拠点に活動する保護猫活動グループで、主に生後4ヶ月までの子猫の保護と里親探しや、保護した性病の不妊手術などを行っている。町中エリア町中エリアの菓子店、ショーウィンドウから町を眺めるように置かれた絵付け駒猫、琴平神社周辺や峰山駅周辺など、峰山町を中心部に展開する町中エリアでは、 コマネコの由来である単語チリメンの老舗吉村商店が店内を公開し、伝統の吊るし飾りや2015年に京都文化博物館で開催された大単語展でも展示された打ち掛けを展示する。また、京都を拠点に活動する風呂敷研究会の森田、しつこによるチリメン風呂式のワークショップや敵体験など単語チリメン園の体験企画やアート展、 コマネコにちなんだ関連商品の販売など、街の空き店舗等を利用して様々なイベントが行われる。飲食店でもコマネコ祭りに合わせて猫をモチーフとしたメニューを考案するなど、街中エリアでは各店舗ごとにコマネコにちなんだ工夫を凝らしている。町内の酒蔵では単語産の芋常駐、芋、にゃんのンや、 猫をモチーフとしたグッズ販売も行われている。近接するお旅市場では第2回京単語540社が同時開催された。街中ショップスタンプラリー約1ヶ月前から町内の協力店舗で買い物などをするとスタンプが貯まるスタンプラリーが行われる。スタンプ3個5個7個を貯めると それぞれ対応するコマネコ祭りオリジナルの手作りの猫小物などの景品と交換することができ、景品は祭りの当日に交換することができる。第3回コマネコ祭りでは、町内41軒の店舗が参加し、約2000人が景品交換を行った。猫まんまランチ、猫スイーツ街中エリア内の飲食店や菓子店において、 コマネコやネコをモチーフにした特別メニューや商品が用意される。このうちプラザホテルヨシミドリエンのコマネコバラ寿司、戸田和樹堂の猫の湾五ヶシ大堂のコマネコも中などは各店を代表する定番商品に成長するとともにネコをモチーフにした商品はミネヤマ城の新定番となった。また2018年9月8日に 初めて開催された関連企画をウィキペディアにゃうんでも参加者の弁当には猫をあしらったコマネコ祭り特製の弁当が提供された。石猫が並ぶ琴平神社の境内の石段発起人の田中智子をはじめ女性を中心とする約30名の運営スタッフによって発案からわずか3ヶ月後の2016年9月18日に開催された。午前、 駒猫が鎮座する木島神社で祈祷する駒猫祭りを行った後、午前11時から町内各所で一斉に開催された。猫プロジェクトやコンピラ手作り師の企画のほか、猫を描いたキルト店やダンボールアート店、アーティスト白川和江の石猫店、池田修造の猫の目店などプロの作品店もあれば、地元高校生によるコンパネアートや、 チェーンソーで猫の像を作る実演披露など多彩な催しが行われた。京丹後市観光協会峰山町支部、羽衣ロモステーションでは、駅のコンコースで落座を開催し、ステーションライブにはセーリングが出演した。秋店舗活用では、元西垣峰山店前、元藤原、元高田支店、元セレマ事務所が活用され、この猫探せ。ボードゲームや、陶器や 布絵のアート展が開催された。来場者1000人を目標に開催された第一回、コマネコ祭りは SN、SNS での情報拡散もあり、猫好きを中心に京阪神など、京丹後市街からも2000人以上が訪れて、成功を収めた。影響は街中にも及び、飲食店は満席となり、老舗の醤油店は創業以来最多の来客を記録した。かつてのこと平神社では、 秋の祭礼には丹後全域から人が訪れ、賛同露店が埋め尽くしたという。第1回コマネコ祭りは多くの人々に往年の賑わいを想起させた。2017年9月17日、開催予定であったが、台風18号直撃の予報により、2日前の15日に中止が決定された。祭りに先立ち開催されていたスタンプラリーや、 京都単語鉄道による限定ギップの販売、関連イベントは予定通り行われ、街中ショップスタンプラリーの景品交換は翌10月のコンピラ手作り市で行われた。関連イベントでは9月16日に京都聖火大学教授による峰山町を歩きサウンドスケープミニコンサートが開催された。また、工実するコマネコ多くや空き店舗である元田中家具店、 元藤は、元高田し店を活用したアート展が開催された。2018年9月9日開催。大雨のため、コンピラ手作り市や、シャッターアートのお披露目会などの屋外イベントは中止、または延期とされたが、琴平会館や、街中エリアの吉村商店の公開、空き店舗である、元田中家具店を活用したアート展などの屋内のイベントは開催された。 2019年9月8日開催。中心となる琴平神社では、コンピラ手作り師や池田修造師の猫の目作品展、2020年にチリメン300年を控える単語織物、工業組合による身近に触れる単語織物展、保護猫団体によるペット防災トークセッションなど多彩なイベントがあった。隣接する日清製作所創業記念館では、 峰山高校作動部のお茶席が設けられた。また、町中エリア、峰山駅エリアでは、駒猫祭り同版画展をはじめ、アート展示や音楽ライブなどが多数展在し、同時開催の大イベントも含め、モーションの中を大勢の人が行き交った。駒猫祭り2020猫ネ,ネプタを作ろう。ワークショップ新型コロナウイルス感染症拡散防止、対策として密集を避けるため、 2020年9月19日から22日の4日間を中心に日を分けて15の催しを開催した。19日は単語地理面の歴史や最新の機械金属の技術を学ぶコマネコ多く、20日は峰山町を紹介する記事をウィキペディアに執筆する催し、ウィキペディアにアウンボリューム3、21日は琴平神社境内で猫をモチーフにした雑貨が集まる。 コンピラ手作りし、創業300年を迎えたタンゴチリメンの資料展示、猫ねプタを作ろう。ワークショップ、タンゴチリメン茶室のしつらえ店、池田修造、猫の目店が開催された。22日には、市民団体、タンゴの猫好きネットワーク猫会議が、災害時のペット動向避難の理解を広めようと、ペットと一緒の防災ちづくりセミナーを開いた。 ペットと防災に関する啓発活動に取り組む NPO 法人アンビシャスのスタッフが避難グッズや個体識別用マイクロチップの装着について普段からの掲示にならす重要性などを説明した。京都単語鉄道の普通、快速列車が1日乗り放題になるコマネコ切符は222枚、ニャンニャンニャン倍限定で2016年の第1回目から毎年販売されている。 第3回コマネコ祭りでは枚数を増やし、450枚限定で販売された。切符は単語チリメンの代表的な技法である、モンチリメンでオリジナルの猫柄を描いたチリメン生地を使用した記念切符となっており、利用はコマネコ祭り当日に限定せず、約1ヶ月の利用可能期間が設けられている。メディアを再生する N ゲージオリジナルデザイン。 コマネコ列車京都単語鉄道ミネヤマ駅では2018年の第3回コマネコ祭りより北近畿鉄道ビジネスが鉄道フェスタを開催ミネヤマ駅構内において N ゲージ運転体験や鉄道おもちゃプレイランドの開設、おもちゃ列車を運行するなどの関連企画を展開した第4回コマネコ祭りではオリジナルデザイン塗装の N ゲージコマネコ列車もジオラマの中を改装した コマネコ多く禅城寺にて、地方の説明中コマネコの由来である単語地理面に、縁の地をめぐるウォーキングイベントとして、京単語市市編纂にも携わった研究者の小山、元隆がガイドを務め、2017年9月10日に、第1回目が開催され、35名の一般参加があった。コマネコのある、木島神社から、琴平神社本殿と、 日本遺産単語地理面回廊の構成文化財の一つにもなった吉村商店や吉村家の別邸である通常非公開の桜山荘を訪れスタッフも合わせると総勢50名で街歩きを行った2018年には峰山駒猫ウォーク第一弾として5月26日に開催琴平神社にゆかりのある増長院常立寺辻の2箇所を訪れ 30名が参加した。第2弾は、羽衣ステーションが主催する第19回、テクテク我が町祭発見との共催で8月19日に開催され、単語チリメンの子祖である絹サ佐イジが、チリメン生殖の成功を祈願した寺院である、禅城寺と猫のような彫刻がある稲田吉原神社を訪れ、35名が参加した。2018年9月8日、 第3回コマネコ祭りのプレイイベントとして、ウィキペディアにゃうんウィキペディアタウンインタイゴミネヤマが開催された。午前中に街歩きを行い、午後に文献調査を行って、ウィキペディア日本語版の記事を編集する、いわゆるウィキペディアタウンの京都府北部地域で初の開催であり、地元住民を含む27名が参加して、コマネコのある琴平神社の境内を中心に、 周辺地域を散策して、複数の記事を作成した。コマネコ、シャッターアウトのある、峰山町内2017年に、京都産業大学法学部の京丹後市地域、作り応援隊の学生から提案された企画で、13名の学生が実際に街を歩いて、地域活性化策を検討し、峰山を猫の聖地にしようと提言したことをきっかけに、 空き店舗が目立つ峰山町中心街で、商店のシャッターに、琴平神社と、駒猫をモチーフにした絵が描かれた。第一弾として、琴平神社から北に、徒歩3分の工場跡地にある、縦2.3メートル、横4.65メートルの車庫のシャッターに、美術塗装の世界で、現代の名工と称される、荒木春税がデザインした原案をベースとして、 3D トリックアートの技法を用いて、単語地理面をイメージさせる白地に、紺のグラデーションで、琴平神社の鳥居と、駒猫を表現した。制作には5日間を要し、提言者の京都産業大学の学生のほか、地元の京都府立峰山高校美術部の生徒も、協力した。第3回駒猫祭りで披露される予定であったが、雨天により、セレモニーが中止となり、 公開は10月6日に延期された。6日は公開に先立ち除幕式が行われ、制作に当たった学生らの手で覆っていた幕が外された。第3回こまねこ祭りでは祭りに合わせて峰山の街を良くするための提言と題したポスターセッションも学生らによって行われる予定であったが中止となった。提言ポスターはその後、 京丹後市役所峰山市民局のロビーで公開展示されている。日清製作所オールアートプロジェクト本社西浦門、地域づくりの一環として、峰山町にある日清製作所本社の壁面の提供を受け、壁画製作に取り組んだ。日清製作所は地域活動を推進しており、実現に至った。一箇所は本社西浦門の壁面で、 実行委員会のメンバーである光美術館が企画デザインを担当し、街の人たちが単語にちなんだよを思い思いに描き、入れた。壁面は縦約2.5メートル、横約14メートルあり、壁側、唐草模様がベースに描かれている。唐草模様は、メソポタミアやエジプトからシルクロードを通じて日本に伝わり、途切れることなく、伸び、繋がり、 生命力が強く、繁栄や、長寿などの意味があるとされ、駒猫祭り実行委員会も目指す、芸術で街を元気にというのに通じるものである。もう一箇所、峰山高校生が壁画を制作予定で、2019年5月29日に日清製作所創業記念館を見学した。人も猫も食べられるプレミアム猫館と名打ち、パンゴの魚を用いた、 美味しくて安全な猫缶として2018年2月に開発された。味はついていない。一缶 100g 入りで第1弾には地元産の輪切りのサワラが用いられた。季節によって旬の魚を用いた猫缶の商品化を目指す方針で飛び魚などが試作に用いられている。2月27日に試食会で市民らに振る舞われ同年5月18日に 猫館を通した猫と人の幸せを祈る祈願祭が琴平神社で行われ、琴平神社の境内及び駒猫祭りをはじめとするイベント会場で販売している。開発者は単語の猫好きネットワーク、猫会議で副代表を務める広瀬恵子。2017年5月頃から自宅で研究を重ね、量産、商品化は京都市内の缶詰工場で行われた。 収益の一部は、野良猫の虚勢など、猫の保護活動に充てられる。プレミアム猫缶の第一弾、タンゴのサゴシは発売5年内に完売し、翌年1月からの再販売までのつなぎに、2018年12月には、原材料に、丸顎を100%使用した第二弾、タンゴの顎を開発、限定200巻の販売を開始した。このプレミアム猫缶は、近隣の酒造会社、 タンゴグラの芋上駐、芋にゃんとセットで贈答用としても販売されている。タンゴグラの芋上虫は、コマネコが所在する、琴平神社境内の山の湧き水とタンゴ産の、ナルト金とシュ、軽干渉で仕込まれる地酒で、コマネコ祭りにおいても試飲提供されている。アート店と漂着物ワークショップが行われていた旧、田中家具店コマネコ祭りに先立ち、町内の店舗では、 数日間の期間を設けて、夢形エンジニアの千田雅彦によるダンボールアート教室が開催された。前週には関連企画として、町内の空き店舗で音楽コンサートも行われており、2018年の第3回コマネコ祭りでは、ギタリスト山崎明則によるソロライブが開催された。また、東西すやきコマネコの制作者である池田修造が所属する。 単語アート会議、光美術館の主催による作品展は毎年開催されている。単語アート会議では、コマネコ祭り当日には、海岸漂着物を用いたワークショップを開催する。主催団体、コマネコ祭り実行委員会は、猫プロジェクト実行委員会、コンピラ手作り史実行委員会、単語の猫好きネットワーク、 猫会議の3団体のメンバーを中心に構成される。実行委員長は、発起人でもある、田中智子。実行委員の顔ぶれや人数は一定ではなく、上記団体の構成メンバーの他にも、個人で参加する者もいれば、関連イベントによっておのおの主催者が異なる場合も、ある。行政に頼らず、みんなで作るお祭りを信条に、家の庭や玄関先に、猫アイテムを飾る。 困って、そうなお客さんを見つけたら道案内をする、チリめを使った吊るし飾り作りに協力する、街の歴史や昔の暮らし、素敵なお店や人の情報などを、おしゃべりしたり SNS で紹介するなどの些細な行動も街づくりへの参加と捉え、町民一人一人にできる一歩からの街づくりを推奨している。2018年の第3回コまねコ祭りでは、 ボランティアを含めて、総勢100人規模の運営体制が敷かれ、ボランティアのための事前説明会も行われた。また、第1回目から、京都府立大学国区の地域創生フィールド演習の一環として、毎年2名から4名の学生を受け入れている。コ猫ネコ祭り町歩きマップ、町中エリア、主催者側の発表では、ミネサ南地区に位置する白金の店舗跡倉庫のシャッターである。 京都産業大学法学部有志が結成した京丹後市地域づくり応援隊による峰山町づくり政策の提言である。市民ボランティアや地元の小、中、高校生の卒業作品として猫をモチーフとするシャッターアートを多数描き、毎年のコマ猫祭りで公開すること。学生などが峰山の町で地域住民とともに学び、 農業体験や酒蔵体験などを通して、農や食への関心を高める田舎レッジプロジェクトを行い、コマネコ祭りへの参加で交流機会を持つこと。コマネコのゆるキャラを創作したり、町の各所にいる隠れコマネコを探す企画で、峰山の町の魅力を発見し向上させることなどが盛り込まれた。このほか各種の新聞報道、観光パンフレット、猫雑誌、 主催者作成の各種イベントチラシ等を参照しました。ありがとうございます。